シャトウド・ポマールの人系、フランスインビーノ・ベリタスとは、酒に酔えば、人は、本音や欲望を表に出すという意味のラテン語の慣用句、ことわざであり、直訳すれば、酒の中に真実があるとなる。ビーノはワインを、ベリタスは真実を意味する。しばしばインビーノ・ベリタス、インアックはサニタス、酒に真実あり、水に、健康ありの形で用いられる。 英語圏やラテン語圏などで広く用いられる。多くの言語や文化において類似の関用句が見られる。この語句はオランダの人文学者エラスムスの格言集にニューニューラムダシータイプシロンヨータアルファー、エンオイノイアレーテイアの形でギリシャ語で言及されている。ローマ帝国ではガイウスプリニウスセクンドスの博物詩に似た表現が見られる。ギリシャにおいては 叙情詩人アルカイオスの詩に遡ることができる。現代では、アルコールの効能や弊害といった飲酒の長短を総じて酒の真実と捉えることもできるが、この語句が成立した古代イギリシアにおいては、アレーテイアは真実の女神の名であり、この語句はもっぱら肯定的意味を持っていた。ヘロドトスの歴史によれば、ペルシア人は酒を何よりも愛しており、 重要な会議は必ず酒盛りの席で行われる習わしであった。仮にもシラフの席で相談してしまった内容があったら、後日改めて酒を飲み直して再決定する仕組みだったとされる。また、帝政ローマの歴史家であるタキトゥスは、ゲルマン民族の会議は酒を伴った宴会であり、彼らは命定することで参加者同士が隠し事をすることを防げると信じていたと記している。 ロシアでは、税、税、シラフの頭の中にあるものは、酔っ払いの下の上にある、という慣用句がある。ペルシアでは、酒の真実という慣用句がある。中国では、手話と吐き信言ピンイ印、自由中ゼニアン、酒に酔えば、本音が出るという言葉がある。ありがとうございます。